漫画家千葉哲也、明日のジョーを語る。ジョーは一つの生き方として、自分はボクシングというものを通して真っ白に燃え尽きたいという、そういったその生き方をしたわけで、僕自身もなかなか人間というのはそういうふうには生きられないと思うけど、そういった生き方が好きだし。サントリーオールドを飲みながら描いた明日のジョー、アイデアが線となった、線が形となった。やがて命を得て、それは作者の意のままにのびのびと活躍し始めた。はい、ジョーよ、力士との試合、勝算はあるのか。勝算か、勝つか負けるか、俺自身見当がつかないぜ。弱気だな。いや、ただこうして練習しててもあいつの姿が、あいつの声が聞こえるんだ。ジョー、矢吹城、俺はお前を倒す。この力士トールの腕でな、俺と引き分けた男が同じ世界に生きてることは俺は許せない。俺は力士を倒すぞ。さあ、ちゃん練習だ、練習。おい、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 おっちゃん、そう簡単に倒れちゃ練習にならないぜ。ほら、サントリーオールドでも飲んで、おいちゃん行こうぜ。ごめんだね、オールドなら何杯でもいいがな。明日のジョーを思い出してはサントリーオールドをまた一本飲むほどにジョーへの愛着が湧く。自分が作り出した彼は、もしかしたら自分の姿、そう、明日のジョーこそ千葉哲也その人かもしれない。ジョーよ、お前本当によく戦ってきたね。明日のために一生懸命千葉先生が明日のためにサントリーオールドを飲んでる間にね。今夜あいつと飲んでみたい。サントリーオールド。